は下村系列のシャンブルさんでとんでも可愛いスヌーピーグッズを3点購入してきましたので紹介していきたいと思います。前回セール品の紹介をしたんですけど、それよりちょい前に購入したものです。その時から目をつけていました。こちらの可愛いデザインの箸と箸箱のセットでございます。お値段が690円です。こちらは鳴らないケースみたいで、まあ、それよりなんといってもこのお色味とデザインに惹かれて購入しました。箸と箸箱は職場とかにお弁当持っていくとき結構使うので、今回こちら購入しました。箸にはスヌーピーの文字だけで、箸箱がこんな感じでめっちゃ可愛いデザインになっております。前回のね、電子レンジで作るパスタのケースとかと同じデザインになるんですけど、それよりもね、絵柄がギュギュッと、スヌさんもいっぱいいるし、花柄もすごい贅沢なデザインになっております。こんな感じですね。中にもクッションが入ってるからならないケースなんだなと思いました。これはめちゃめちゃ使えそうだし可愛いので仕事に持っていこうと思います。そしてこちら箱のお色味から可愛いんですけども、こちらはサラダボウル990円となっております。箱の色もめっちゃ可愛くないですか。こちら開けていきましょうかね。じゃじゃーん、箸箱と同じデザインなんですけど、これ可愛すぎません？色味もデザインもめっちゃ可愛くて買ってしまいました。この首にリボンつけてるスヌさんもめっちゃ可愛いし、このピンク背景にちょっと黄色い色味もあってめちゃめちゃ可愛いです。黄色い文字でスヌーピーと書いてあるのも私的にグッドポイントでございます。中は何もないんですけど、めっちゃ可愛いサラダボウルになっております。これぐらいの大きさの器は結構何にでも使えるので、これから使うのが楽しみでございます。そして最後の一つなんですけど、これは一目惚れしました。こちらはお値段1590円で、吊り下げるタイプのこの収納ボックスというか収納ポケットなんですけど、ここにねこう引っ掛ける部分があったり、ちょっとレトロな要素もありつつ、こうねデザインもめっちゃ可愛くてこちら買いました。しかもこれポケット2つだけと思うじゃないですか。なんと後ろで留めれて上半分だけにもできるし、なんと全部広げてみるとポケットがなんとじゃじゃーん、4つついている、こんなに収納力抜群なポケットになっております。飾ってみるとこんな感じ。前回の可愛い像に加えてここに設置しました。めっちゃ可愛くないですか。結構ポケットも大きくて使い勝手が良さそうです。デザインがね2種類あったんですよね。もう一つは4つのポケットに1つずつコミックが描かれていて、4コマコミックのデザインだったんで、コミックとめっちゃ迷ったんですけど、コミックの方がちょっとポケットに描かれてるデザインが大きめだったんですね。1つのポケットに1つコミックだったので結構大きくてめっちゃ可愛くて最後まで悩んだんですけど、今回はちょっとシンプルめの方にしてみました。郵便物とか書類の仕分けにも使い勝手良さそうなので、これからたくさん使おうと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。やっぱりシャンブルさんはスヌーピーグッズが多くてテンション上がりました。今回ゲットしたものも結構ナチュラルで大人っぽくてお気に入りです。じゃあね、バイ。